さて、今日のトランスフォーマーは、とある駐車場から物語を始めよう。ふはっはっは、なんと美しいんだ。今から僕のものだよ。誰も見てねえよな。よし、ロックを解除しよう。これは今から僕のものだよ。よっさん、何こそこそ車なんか盗んでんだ。うわぁ、誰だ君は。見てろよ、男だったら堂々と盗めってんだ。まあ、最も俺が欲しいのは車本体じゃなくてパーツなんだけどさ。とりあえずこんだけ奪えば十分だ。んじゃあばよ、おっさん。ブンブン。うー、助けて、おまわりさん。その頃、サイバトロン戦士たちは、ああ、今日もすること全くねえな。バンブルハン、とんでもないことが起こりましたね。どうしたんだよ、フィクシット。ああ、それが昨夜自動車泥棒があったらしいんです。それがどうしたのさ。それが、奴は、車そのものを盗まないで、パーツだけを盗んでいたらしいんです。それも車をひっくり返して。へえ、すごいねって、車をひっくり返しただって?そんな腕力のある奴は、この地球では、おそらくいねえ。きっとデストロンの仕業だな。ああ、なんとしても、奴らを捕まえないと。俺、グリムロック。でもあいつらどうやって捕まえる?そんなことなら心配いりません。僕にグッドな作戦があるんですよ、はい。グッドな作戦だって?その作戦に参加するのは、バンブルハンとランブルハンです。俺も、一体何をしよってんだ?まあ、聞いて驚くなよ。バンブルハンとランブルハンが、盗難車の役をやればええんや。そしたらあいつは必ずあんたらに食いついて、パーツ盗んでいくはずやで。おい、ちょっと待てよ。それって、要は、おとり捜査ってことかい?まあ、そういうことやな。まあ、せいぜい素敵な夜を楽しんでな。おい、待ってくれよ。あいつパーツ盗むんだろ?オイラのパーツに無駄な部分なんて一つもないよ。まあまあ、どんまいどんまい。俺、グリムロック、じゃ、また明日ね。また明日って、俺たちが生きてなかったらどうするつもりだよ。まったくだぜ、畜生、フィクシットのクソ野郎め。そして、なあ、バンブル、眠れた?眠れるわけないだろ。もうすぐデストロに殺されるかもしれないってのに。まったくだよな。おとなしく殺されてたまるかってんだ。うん、静かに、誰か来たぞ。ブン、ブン、ブン。へへへ。なんていい車だ。きっと相当いいエンジンで動いてるはずだ。だがこの車に乗せとくのはちょっともったいなさすぎるんじゃねえか。俺みたいなスーパーカーにこういうものは乗せるべきなんだ。もしくは超優秀なロボット生命体とかな。さてと、部品を一つ残らずいただくとするか。ああ、もうダメだ。くそ、フィクシットの野郎、このまま俺たち殺されるってのかよ。納得だぜ、あいつ無責任な野郎だな。だって、てめえら、サイバトロンだってのか。やべ、バレしまった。ちくしょう、だったら話し合え。この俺様は狙った獲物は絶対に捕まえることをモットーにしているのだ。たとえ俺のターゲットがサイバトロンだったとしても、俺はてめえらの部品をいただくとするぜ。ちくしょう、なんてこった。やっぱりどっちみち殺されてたんじゃねえか。まったくだぜ。デストロンのコソ泥め、覚悟しろ。コソ泥だと?俺様は堂々と盗んでんじゃねえか。おい!コソ泥なんでと一緒にされてたまるか!コソ泥と一緒じゃねえか。なんだと?ゼレプシュッ!うりゃーチンクッカー後ろがガラキだぜ何プシュッあーわープシュッそして、こいつどうするよバンブル
そうだな。とりあえず警察に送っときゃいいんじゃない？そうだね。そして翌朝。あ、やっとお迎えが来たぞ。おはようさん、二人とも。ところであんたら車泥棒にバラバラにされへんかったの？なんや、生きてたんか。もしバラバラにされてたらいいパースになったと思うんやけどな。やっぱてめえそれが目的か。てめえどうなって、どうなるか分かってんだろうな。うわぁ、ちょ、話し合え、話し合えば分かるやん。でもね、クソ野郎でまったくこのポンコツロボットめ。ああ、クソ野郎め。なんで僕がこんな目に当たり前だろバカ。